1618年頃の絵画、レウキッポスの娘たちの略奪。アルテピナコテーク所蔵。1606年から1608年頃のセイゲオルギウスとリュウ。セイゲオルギウスの起乗する馬が対角線に配置されている。プラド美術館所蔵。オレーティアを略奪するボレアスは、バロック期のフランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが1615年頃に制作した絵画である。 油彩。主題は、オイディウスの変身物語で語られている、北風の神、ボレアスが、アテナヨウエレクテウスの娘、オレーテューを略奪するギリシア神話の恋の物語から取られている。レウキッポスの娘たちの略奪とともに、イタリアから帰国した後のアントウェルペン時代の、ルーベンスを代表する傑作で、造形的に複雑な略奪の主題を、ほぼ正方形の画面に無理なく、 まとめ上げた構図に対する相違と色彩化としてのルーベンスの豊かな才能を現代に伝えている。かつてはオーストリアの外交官であり美術コレクターであったアントン・フランツ・デ・パウラ・ランベルク・シュプリンチェンシュタイン、伯爵の膨大なコレクションに含まれていた。現在はウィーン美術アカデミーのコレクションを展示する造形美術アカデミー絵画館に所蔵されている。 北風の神ボレアスの恋の物語は、オィディウスの変身物語六巻で語られている。アテナイの王エレクテウスの娘オレーテュイアは、プロクリスと並んで美女として有名だった。彼女に恋をしたボレアスだったが、先代のアテナイ王パンデオンの時代の婚姻トラブルが原因でトラキアとの関係が悪化しており、同時に縁の深いボレアスは、 オレーテューヤへの思いを叶えることができないでいた。やがて会がないことを悟った神は実力講師に出た。ボレアスは翼を広げ、オレーテューヤをトラキアに連れ去った。オレーテューヤは、ボレアスの妻となり、有欲の双子の英雄からイスとゼテスの母となった。ルーベンスは、オレーテューヤを地上から奪い、大空を飛翔するボレアスの姿を描いている。オレーテューヤは、恐怖し、のけぞって、 逃れようとしているが、ボレアスは彼女の体を両腕でがっしりと掴み上げている。黒雲で覆われた画面に地上は描かれておらず、すでにオレエトゥーヤーは、ボレアスによって地上から遠く離れた場所に運び去られていることがわかる。ボレアスの白髪は強風になびき、オレエトゥーヤーの衣装は翻っている。画面下では、ボレアスの飛翔が起こした冬の嵐で雪が降り、 プットーたちは雪玉を投げ合って楽しげに遊んでいる。ルーベンスは必ずしも有力神の飛行の描写にこだわっていない。ボレアスの白髪は強風の影響を受けているが、オレーティアの金髪はむしろ風の影響を受けていないように見える。ルーベンスは雪遊びに興じるプットウたちを描くことで、北風の神としてのボレアスの剣能と冬の効果を加えている。 ボレアスが風の神にふさわしい体育であるにもかかわらず、白髪の老人として描かれているのは、冬の擬人像が伝統的に老人で表されたためである。またプトを描くことでボレアスの略奪行為を緩和し、ボレアスの血色の良い肌とオレーテューヤの赤い衣装で、冬の寒さを緩和している。ルーベンスは、対角線上にオレーテューヤの白く光る若々しい、裸体を配置し、 そして交差する対角線上に置いた有力神ボレアスのたくましい肉体を配置している。この対比的な人物像を画面全体に大きく描いているにもかかわらず、少しも窮屈さを感じさせないところに、ルーベンスの構図の巧みさが現れている。画面上部と左右は切断されているが、画家の意図がボレアスとオレーテューヤを大きく描く点にあったのは疑いない。とはいえ、 4人の沸騰は画面の隙間を埋めるように描かれている。ルーベンスはこうした対角線の構図をしばしば好んで用いた。その恒例としてイタリア時代のセーギオルギウスとリュウや本作品の数年後に制作されたレウキッポスの娘たちの略奪を挙げることができる。これらの作品は古代美術とルーベンスの芸術の関係を考える上で重要であり、 とりわけ古代彫刻とルネサンス期の芸術家、ミケランジェロ・ブオーナローティのマニエリスム的なたくましい肉体表現の影響が強く現れている。本作品における古代彫刻の影響については、冥府の神ハデスによるペルセポネラクダツを描いた古代の石棺レリーフを参考にしたことが指摘されている。また薄い絵の具層を重ねるように描くことで滑らかな肌の質感を実現している。 制作経緯は不明である。もともとは、ブリュッセルの個人的なコレクションに所属していたが、その後ウィーンに移り、1820年に、ランベルク伯爵のコレクションに入った。ランベルク伯爵は、ヒエロニムスボス、ピツヤーノ・ベチェッリオ、ルーベンス、ディエゴ・ベラスケス、レンブラント・ファンレインホカ・オランダ及び、フランドルの画家たちの一大コレクションを形成していた。 美術アカデミーの理事長でもあった伯爵は1822年に死去するまでその任を務め、彼の死後、本作品を含む740点に及ぶ絵画コレクションは美術アカデミーに依存された。2000年に日本で開催されたルーベンスとその時代展で造形美術アカデミー絵画館は本作品をはじめ73作品を出品した。同美術館は4年前から、 展覧会の準備を進めており、来日したすべての作品に戦場と修復を行っている。オレというを略奪するボレアスも、例外ではなく、この時の修復で広大の過失や変色したニスが除去され、制作当時の色彩が復元されている。ありがとうございます。